今日はですね、いつもと同じ雰囲気ではなくて、うちのリフォーム祭のですね、会場からお送りしています。こういったですね、リフォーム祭を弊社の方としては年に4回開催しておるんですが、今回ですね、その中から河原のコーナーをですね、紹介したいというふうに思います。今回うちがですね、いつも出しているのは台風に強い瓦ということで、金属瓦の方をお勧めしています。まあ、これが実際の瓦なんですけれども、重さ的にですね、どう違うのかというとですね、普通の日本瓦のですね、約8分の1の重さなんですね。で、日本瓦がですね、これがだいたい1枚がこれぐらいの大きさだと考えると、実はこの洋風瓦というのはこれで1枚なんですね。で、十分私これ1枚でも平気で持てるくらい、女性の方でも持てるくらい軽いです。これがですね、重さ的に言うと日本瓦の約8分の1の重さになってくるわけなんですね。これが屋根の上に乗ってるわけなんです。で、屋根がどうして軽くなくてはいけないのかということなんですよね。例えばこれですね、帽子で考えてください。例えば今の帽子というのは非常に軽いですよね。それから後ろがメッシュになっているやつだと通気性がありますよね。じゃあこれ昔どうだったかっていうと、昔はですね、いわゆる兜だったわけなんですよね。で、兜ってのはどうですか、被られたことありますか。僕もないんですけども、重いですよね。重いし、もう一つは蒸れるわけなんですよね、中が。ですからどこが痛むかというとですね、ここですよね。首に負担がかかってくるわけなんです。これ家で言うとどこですか、柱ですよね。ですからですね、柱にはですね、非常に太いものが使われているわけなんですよね。で、これがですね、長年経ってくるとやっぱり劣化してまいります。それからもう一つはですね、一番屋根の重量で気をつけなきゃいけないのはやはり地震だと思うんですよね。地震が起きた時に頭が重いとこう揺れが大きくなるわけなんですよね。で、これが頭の部分が軽いとですね、揺れが半減するわけなんです。ですからですね、皆さんが耐震対策において屋根の軽量化という部分を必要にされるのはその理由なんですよね。で、これが先ほど言ったように軽い屋根なんですけれども、実際にどんな感じか見てください。素地はですね、金属でできています。ガルバリウム鋼板という素地でできています。その上にですね、天然石チップが吹き付けられているわけなんですよね。ですから天然石チップの一つの特徴としては色褪せをしないということなんです。で、もう一つの金属瓦というのがですね、こちらのタイプになってくるわけなんですよね。で、こちらは重量的に言うとですね、日本瓦の約10分の1とさらに軽いんですけれども、表面がですね、塗装なんですよね。ですからこの塗装という部分がだいたい10年ぐらいで劣化してきます。ですからそれを再塗装してくださいよということをメーカーの方として言ってます。ただこの商品はですね、天然石なので再塗装する必要がありません。ということはですね、メンテナンスの部分で非常に便利だということなんです。要するに一度吹き替えてしまえば日本瓦と一緒で劣化することが少ないですよということなんです。この商品というのは商品保証としては30年ついています。30年って長いなと思うかもしれませんけども、実際にですね、この下にあるですね、素地になっているガルバリウム鋼板という素地はですね、例えばポツポツとですね、雨を当てた場合に銅だったらすぐに穴が開いてしまうんですけれども、これがガルバリウム鋼板の場合はその素地に穴が開くのに大体20年からなんですよね。それからこの上に乗っている天然石チップ、石なので劣化することはないんですけれども、例えば剥がれたりとかする可能性っていうのがなきにしもあらずなんです。それの保証として10年、さらにガルバリウム鋼板の素地の保証として20年ついてるわけなんです。ですから商品保証として30年ついてるということは、それだけ長くお使いいただいているというよりはメンテナンスフリーでいけるということなので、非常に便利な商品だなというふうに思っています。もう一つ言うとですね、この屋根というのはですね、非常に断熱性が高い屋根の一つとして知られているわけなんですよね。で、なぜかというと瓦の形状がですね、ウェーブがかかってるんです。つまりですね、山と山との間に空気層があるわけなんですよね。その空気層の部分に断熱効果があるよということなんですね。ですから例えばですね、よくあるのはカラーベース屋根ってありますよね。で、その屋根をこの瓦で吹き替えた場合というのは、非常にお部屋の中の厚さが全然違います。これは実はその実験装置なんですけれども、
この瓦の上からですね、瓦別屋根とそれからこの瓦ですね、この瓦とですね、ずっと光が出てあります、まあ、太陽の代わりですね。でその場合に中の室内の温度がどれくらいかということを実験している装置なんですよね。で実際にこれが今だいたいどうかな、30分ぐらい出てるんですけれども、どれくらい違うか見てみましょう。これがですね、10台の屋根だとですね、だいたい 44.7 度に対して、新しい瓦の場合はですね 33.5 ですから、約10度近く違うわけなんですよね。でカラーベスト屋根に関してはですね、カラーベストというのはアスベストを含んでいますので、今処分しようと思うと大変です。ですからカバー工法といってですね、今の屋根の上からこういった軽い屋根をかぶせていきましょうということなんです。これ軽い屋根だからできるのがこのカバー工法なんですよね。ですから、アスベストを処分するのは非常に大変です。ただしですね、今これ規制が変わりました。これを実際やるときっていうのがですね、とりあえずアスベストのですね、申請っていうのは出せなきゃダメだと思います。なぜならばですね、この瓦をですね、止めるのにビスを打つわけなんですね。でその時にアスベストに穴を開けてしまいますので、当然その分アスベストが飛び散る可能性があるというふうに言われてしまいますから、一応申請は必要だということはあの法律で決まっていますので、間違いないようにしていただきたいというふうに思います。いずれにせよですね、屋根のカバー工法という部分では一つは工期、そしてもう一つはですね、見積もりですね、工事金額、これが大きく変わってきます。ですからカバー工法というのは非常におすすめであるというふうに思うわけなんですね。で実際にこれを和瓦から取り替える場合というのは、これはですね、和瓦から和瓦を撤去して下地をもう一回作り直して、さらにそのように貼っていくんですけども、それでもですね、工事期間というのは非常に短くて済むわけなんですよね。ですからこういった金属屋根の部分というのは実におすすめしたいなというふうに思っています。台風とですね、地震に強い金属瓦ということで、